はい、こんにちは、レトスのおのです。本日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。個別指導の最安値価格が本日で終了です。今年の試験の自己採点で合格かもしれなくて、自己を悩まれている方は、合格発表後、2日間だけ最安値価格でお申し込みできる機会を作りますので、その時にお申し込みいただければ大丈夫です。 また今回1ヶ月あたり17,380円で受講できる10回払いのプランもご用意させていただきました。支払いやすい内容となっておりますし、教材も初回お振り込みいただいた時点で発送させていただきますので、まあ一括払いで受講された方と同じ感じで勉強を進めていただくことが可能です。理解学習ができれば卓券合格できます。大手の通信講座や通学講座よりも解説はわかりやすく、ご質問に対する返信も早いです。 ストレスなく勉強を進めていただくことが可能です。なので、今受講していただければ、高確率で来年合格していただく自信ありますので、一緒に勉強して来年の合格を一緒に喜べたら嬉しいです。個別指導のお申し込みは、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。一括払いと6回払い、10回払い、ご用意させていただいておりますので、お好きなプラン選んでいただければと思います。それでは本日の3問に入っていきます。 え、非補佐人の問題ですね。売り主 A が非補佐人であり、え、補佐人の同意を得ずに B との間で非補佐人所有の土地の売買契約を締結した場合、当該売買契約は無効となる、丸かツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。え、答えは、ツです。 え問題文の状況はこんな感じですね。非補佐人がいて、まあ、補佐人がいますよと。で、えー、補佐人の同意を得ずに B との間で、えー、土地の売買契約を結んだ。補佐人の同意を得ずに、えー、非補佐人、売り主 A が B と土地の売買契約を結んじゃったよっていう状況なんですね。で、非補佐人が単独で行えない行為。今回で言うこの土地の売買契約っていうのは補佐人の同意が必要なんですね。非補佐人単独では行えません。 にもかかわらず、非補佐人が単独で売買契約しちゃったよと言った場合、無効にはならないんですね。有効です。しかし、後で取り消しができますよっていう風なルールになっています。まあ、これ、よくある引っかけなんで、ちゃんと頭に入れておきましょう。で非補佐人ってどんな方かっていうと、まあ、少しです、ねえー、認知症が入っている方だったりとか、精神障害がある方です。まあ、物事の判断がちゃんとできないっていうイメージですね。 あの、症状の重さによって、青年非公権人、非補佐人、非補助人と、こう3段階あるんですけども、まあ、非補佐人は真ん中あたりですね。一番症状が重い方が青年非公権人で、一番症状軽い方が非補助人です。で、まあ、非補佐人は、まあ、真ん中あたりと。まあ、ったイメージですね。で、一緒に覚えていただきたいのが、この売買契約を取り消すことができる、契約を取り消すことができるのは誰かという話なんですよ。 今回の場合で言うと、非補佐人及び補佐人なんですね。どちらも取り消しできます。なんで、この点も合わせて覚えておきましょう。でこれはもう基本的なレベルですね、えー。さらに効率的に実力を上げるために、取り消しと無効の違い、これも再度確認しておきましょう。えー、個別指導の受講者さんは、えー、合格テキストの14ページに表がございます。そちらをご確認ください。他の分野も一緒に勉強するからこそ頭が整理できてきます。 なんでぜひですね、分野をまたいで関連事項を頭に入れていきましょう。で、問い2に入る前に、まだチャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネル登録のボタンをクリックしていただいて、チャンネル登録していただければと思います。で、問い2に入ります。飼い主がクーリングオフによる売買契約の解除を行う場合は、宅建業者である売り主に対して、 国土交通大臣が定める書式の書面を持ってその意思表示を行わなければならない。丸かツかという問題ですね。答えはツです。クーリングオフにおける契約解除は書面で行わないといけません。その際の書面について書式は定まっていません。したがって今回の問題文、国土交通大臣が定める書式、これが誤りです。 書式は定まっていませんので、まあ、とりあえず、書面で、えー、クーリングオフによる解除をしますよっていう意思表示をすれば、それで撤回することはできます。で、えー、申し込みの撤回なんですけれども、これは書面を発したとき、つまり発送したときですね、書面を発送したときに効力が生じますんで、この点も注意してください。これは以前の動画でもお伝えした内容です。注意してほしいのは、到着したときに効力が生じるわけではないということですね。この点をちゃんと頭に入れておきましょう。 で、続いて問いさんに入ります。準都市計画区域において、医療法に規定する病院の建築のように供する目的で行われる4000平米の開発行為を行う場合、開発許可が必要である、丸か罰かという問題ですね。え答えはえ丸です。開発許可必要です。準都市計画区域内においては、え原則3000平米以上の開発行為は開発許可が必要なんですね。 そして医療施設、まあ、今回病院なんですけども、病院っていうのは開発許可不要の例外じゃないんですよ。したがって原則通り開発許可が必要となります。そして、えー、もう毎回言ってるんですけども、開発許可の用品については、もう解き方、答えの導き方をマスターすれば、もう常に正解できるんですね。なので、引っ掛け問題も怖くなくなります。 もし開発許可の用否で間違ったり引っかかったりする方についてはぜひですね、個別指導をご検討ください。個別指導ではその答えの導き方まで解説をしております。そして初めにもお伝えをした通り、本日で個別指導の最安値価格が終了となります。今年の試験の自己採点で合格かもしれなくて自己を悩まれている方は合格発表後2日間だけ最安値価格でお申し込みできる機会を作りますので、 その時にお申し込みいただければ大丈夫です。また今回1ヶ月あたり17,380円で受講できる10回払いのプランもご用意させていただきました。支払いやすい内容となっておりますし、教材も初回お振り込みいただいた時点で発送させていただきますので、まあ、一括払いで受講された方と同じ感じで勉強を進めていただくことが可能です。理解学習ができれば卓券合格できます。大手の通信講座や通学講座よりも解説はわかりやすく、 ご質問に対する返信も早いです。ストレスなく勉強を進めていただくことが可能です。なので、今受講していただければ、高確率で来年合格していただく自信ありますので、一緒に勉強して来年の合格を一緒に喜べたら嬉しいです。個別指導のお申し込みは、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。一括払いと6回払い、10回払いご用意させていただいておりますので、お好きなプラン選んでいただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。 卓剣合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスのオレでした。